こんにちは、アスカーズです。いや、カレーの時間です。ということで、今回はですね、こちら、じゃーん、山盛りの、この4種類のカレーを一斉に買ってみました。今回はこちら、イエローカレーですね。裏に唐辛子マークがありますが、これが3つなんでね、それほど辛くはないようですね。なんだこれ、なんか入ってますね。あ、そうそう、このタイカレーシリーズですね、この4種類は。あー、もう触った感じでね、もう具がでかい。では温めてきたこのイエローカレーをね、わー、おほほほほ、結構やっぱあれだね、こう水気が多いんですね。早速いただきたいと思います。ココナッツミルクが効いてるな、うまいわ。こんな感じでもう、ね、傾けるとこのスープが流れ落ちそうなんで、これ以上傾けられませんが、あのトロットロの鶏肉がうまい。多分この山盛りのタイカレーシリーズの中で一番甘いんじゃないですかね。レトルトでこのサイズのジャガイモっていうのはやっぱすごいよね。このね、山盛りのタイカレーシリーズのイエローカレー食べたの初めてですが、まあ、かなりマイルドです、辛さは。ココナッツミルクの甘さが非常によく出てて食べやすいですね。タイカレー苦手な人でもいけるんじゃないかっていうぐらい食べやすいですね。普段ね、100円とか200円のレトルトカレーを買ってる人もね、たまにね、こういうちょっと高めのレトルトの本格的なやつを食べるとね、こんなに味違うんかと、値段差以上の、まあ、ショックを受けると思いますよ。それぐらいうまい。はっきり言ってね、こんなの家で作ろうとしたらね、相当労力かかりますよ。そういう意味でね、この298円でこのタイカレーが食えるってのは、実はね、すごいパフォーマンスいいんじゃないかなと思います。ということで、このね、山盛りのタイカレーシリーズ、まだね、3つありますんでね、それが今後続きますんで、お楽しみください。今回は山盛りのタイカレー、イエローカレーでございました。